初戦まず勝利おめでとうございます。試合振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ、1ゲーム目2ゲーム目とすごいいい流れで入ることができて、でもちろん自分で得点するところもあればミスを誘うところもあって、まあ、すごいこう自分らしかったなっていうのはすごくありましたし、3ゲーム目も1ゲーム取られてしまったんですけど、流れ的にはすごく良くて、あ、大丈夫だっていうふうにこう自信を持ってた1ゲームだったので、まあ、2対1になっても落ち着いて試合することができました。それこそ第3ゲームが多分今日一番の笑顔が出たと思うんだけど、それもやっぱり自信持とうっていう気持ちからかな。そうですね、もう悪くないなって思ったので、あ、自信持って戦おうと思いましたし、あとは、まあ、2対1になっても落ち着いて戦えたので、まあ、4ゲーム目の入りもすごく良かったですし、途中少し挽回されたんですけど、しっかりまずは勝つことができて、まあ、そのゲームを取ることができて、そして、まあ、4対1で勝つことができて、本当に、なんて言うんですかね、面白いルールなんで、うん、自分的にはあまり気にしないように、人一本一本、そして1ゲームしっかり取るっていう、こう目の前の試合と目の前の得点を取るっていうのをしっかり考えながらしてました。それこそ最終ゲーム特殊なルールで5点先取になったけど、じゃあもうそこも特に意識は。そうですね、はい、まあ、サーブも一本交代になりますし、うん、少し、ま、いつもと違うルールにはなるんですけど、そこも楽しんで、うん、やれたってところが最後しっかり勝つことができたポイントかなと思ってます。今日はいつもずっと普段言ってる楽しんでできるっていうのが体現できたかなっていうのが、はい、そうですね、楽しんで、で、まあ、自分らしく戦うっていうのをいつも目標に置いてやってるので、その2つがしっかりできましたし、まあ、さらに落ち着いてやることもできたので、しっかり自分のいい時の状態で試合することができました。と次もまた日本人対決になりますけど、まあ、あえて聞かせてもらいますけど、やっぱり日本人対決っていうのは自分の中では他の国の選手とやるのとはちょっと違いますか、緊張。やっぱり、もちろん勝つことに関しては同じなんですけど、ただやっぱり日本人選手、日本人同士、日本人選手と対戦した時はやっぱりこう日本人選手に勝つってところがやっぱ一番大きな点かなと思いますし、一番やっぱ分かり合ってる選手同士で、こう分かり合ってるけどしっかり勝てるっていう選手がやっぱり強い選手だと思ってるので、こう実力を持った選手がやっぱり勝つと思うので、そこはしっかり明日も楽しんで自分らしく落ち着いて楽しみ、はい、ありがとうございます。すみません、じゃあ改めて明日カットマン、明後日か、はい、カットマンとのこのルールの中での対戦ですけども、はい、そうですね、すごい面白そうだなって思いますし、うん、まあ、あとは本当にカットマンの選手という時やっぱり攻撃マンの選手の時はやっぱラリーも長くなりますし、うん、また違ったところで5点マッチが始まる可能性もあるので、しっかりそこも落ち着きながら、また楽しみながら、明後日いい状態で試合できるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。この大会の目標は最後なんでしょう。そうですね、やっぱり目標は一生一回一回、目の前の一回一回を勝つことが目標なので、明後日のしっかり日本人同士をいつも通り楽しんで自分らしく戦うことが目標なので、はい、しっかりそこの試合勝てるように明日挑戦しながら、はい、そして明後日楽しんで試合したいなと思ってます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。